遠くて聞こえない。もっと近くに来いよ。顔、こっちに寄せて。それで、何を話したいんだ？うん、近いな。なんでかわかるか？兄貴辞めたし、改めてちゃんとお前のこと好きだって伝えとこうと思って、言葉と行動で。そっちの話は、いつからっていうと、はっきりした境目は思い出せないな。子供の頃から本当は好きだったのかもしれない。実際気持ちに気づいたのはお前がこっちに留学してきてからだけどさ。あと、姉貴のワンピース着てた時はやばかった。可愛すぎて他の男に見せたくねえなって、そう思った。そりゃずっと気持ちを抑えてきたからな。こうなったらお前を他の男に取られないようしっかりアピールしていこうと思ってさ。だといいけどさ、元兄貴役としては心配なんだよ。なんていうか、家族みたいな存在って分が悪くないか？ずっと恋愛として意識してもらえなかった分、他にかっこいいやつが現れたらそっちの方が新鮮に見えないかとかさ。なんで笑うんだよ。今だから言うけどさ、お前が生徒会で投書をもらった時も、ファーストキスはランベルト先生が理想とか、大人のキスをしてくれそうとか言うの聞いた時も、すっげー気になってたから、本当は。大人のキスに勝てたかどうかわかんねえけど、
お嬢さん、ファーストキスの感想は？そうだな、俺もまだよくわからないってことにしとく。そしたら、わかるまでしようって言えるだろ？